皆さん、こんにちは。クニネムです。今、オートバイ映ってますけどね、今日は残念ながらオートバイのことではなくて、工具のことをちょっとやろうかなと思います。で、ずっとね、修理してきました、このオートバイ。ある程度一段落つきまして、これをやってますと、他にいろんなことができなくてですね、溜まってたことをちょっとね、やっていこうかなと今思ってます。例えばね、もうこの、汚れに汚れ切ったガレージとかね、散らかったガレージ掃除したりとか、あと工具もね、もうあっちこっちにこう移動してしまったものをね、ちょっと整理したりとか、そういうことをね、やっていこうかなと思うんですけども、今日はですね、このソケットですね、このソケットたちをちょっとね、やりたいことをやっていこうかなと思います。工具のメンテナンスというかね、まあ、定期的にやってることがありまして、それをやるんですけども、その前にね、ついでなんですけど、このオートバイね、キャブレターのところのエアクリーナーですね、これ純正のエアクリーナーボックスをつけました。で、整備してるときはね、まあ、整備性良くするために、まあ、取ったりつけたりいじったりいろいろしますんで、ずっとパワーフィルターをつけてたんですね。で、まあ、それはずっとつけるつもりでつけてたのではなくてね、今言った通り、まあ、整備中、まあ、長い間整備する場合は、まあ、あれの方がね、いろいろ都合がいいんでつけてましたけども、まあ、ある程度、一段落しまして、純正のエアクリボックスをつけました。ちょっとそれは見えないんですけどね、まあ、この辺にあります。で、こうカバーがついたりね、まあ、してますけども、だから今のこの姿が、まあ、本来のね、純正の姿にかなり近づいたかなと思います。でね、パワーフィルターに関してね、私にとっては、整備性を良くするという以外にあんまりメリットがなくてね、すごくスピードを出して走る人には、まあ、ああいうのがいいのかもしれないですけど、まあ、私にとっては、純正仕様が一番合ってるかなと思いましてね。私は純正のエアクリーナーボックスをつけて乗っていきたいかなと思います。雨の日も乗れますしね、まあ、中低速でのトルクもこっちの方がいいということなんでね。まあ、今後乗りながらいろいろ調整したり、またパワーフィルターつけたくなるかもしれないですけどね。まあ、とりあえずこの状態で車検をね、取るということにしたいかなと思います。まあ、これ今言ったのはまた余談ですけども、この工具ですよね。まあ、これもね、ずっとね、ノーメンテナンスで使ってきますと、もう汚れたりね、なんかもういろいろ、やっぱり手入れしないといけないんですね。で、私がやってることがですね、こういうふうにこのソケットに色のついたテープを巻いて、2面幅を数字で書いてるんです。ちょっとね、見にくいかもしれないですけど、ほんとピントが合わないんですね。例えば、これ12のディープなんですけども、緑色のテープを巻きまして、12って手書きで、ペンで書いてます。で、これ12の、シャローですけどね、これも同じ緑で12って書いてます。だから私の中でも、この緑を見たときは12なんですね。これですと10ですけどね、10は白のテープを巻いて10って書いてます。で、このディープのやつも白のテープを巻いて、もう10が消えてます。ということで、なんでこんなんしてるかと言いますと、ずっとね、メンテナンスしてますとね、こういうものいっぱい使うんでいっぱい出してきますよね。で、こうぐしゃぐしゃとなった時に、まあ、慣れてる人でしたらね、もう見ただけで、それが、どのサイズのソケットなんかっていうのがわかるんだと思いますけど、私一瞬ね、わからない時があるんですね。まあ、10と12やったらもうね、こう形で見て、や、こっちが12ってわかるんでしょうけど、ここに、例えばこう13が混じりますと、何も色ついてなかったらね、12と13、これどっちが12と13かなと一瞬迷うんですね。それがすごくストレスで、もう絶対迷うことなく欲しいサイズをパッと取れるように、こう色のついたテープで分けたんですね。で、こう数字も書いてよりわかりやすくしたと。
まあ、こういうちょっと変わり者の、まあ私のすることですから、一般の人にはまあ、ちょっとね、何をやってるんだと思われるかもしれないですけど、オートバイぐらいでしたらそんなことないんですけど、まあ、車でね、ちょっと何日かにかかるような整備をしますとね、もう本当にいろいろ工具出して、もう散らかるんですよね。今、定期的に整理して片付けるっていうのが本来なんでしょうけど、もうすぐまたその工具どうせ使うとなれば、片付けずに出したままにしてしまうんですよね。で、この工具は使わないと、もういうのが確実であれば、それは綺麗に拭いてね、綺麗にしてしまうんですけれども、まあ、俺も思ってる以上にね、あれもこれもと道具ってやっぱり使うもんで、身の回りにいっぱいこれが出てくるんですよね。まあ、これに限らずいろんなね、ドライヤーとかもいっぱい出てきまして、こう、一目でわかるようにしたいということで、こんなことをしてます。で、これが私にとってはすごく便利で、色でね、もうすぐこれってわかるのがいいんですけど、メーカーでね、これをしてるのがね、私ベラっていうメーカーですかね、あそこがこういうことしてくれてるっていうのを知ってますけど、他にね、あんまり見ないですね。で、このテープしてなかったらどうなのかと言いますと、これ全部しちゃってるからわからない。ちょうど、あ、これだ。これ見ようか。これ何もテープ印してないんです。でこれがコロンと転がってると、このサイズは何かってなかなか私にはわからないんですね。ここを見れば、普段車を触ってる人だと、もうこれは何だっていうのがすぐわかるんでしょうけども、何も素人なんで、なかなかわからない。ここに書いてる数字を見ようとしてしまうんですね。で、どこに書いてるのかというと、まあ、ここに書いてたり、真ん中に書いてたり、端に書いてたり、そのソケットによって違うんですよね。で、どこに書いてるのか見つけるのに、こう、くるくる回すと。この場合は、ここに書いてあるんですけど、まあ、必要のないことも書いてるんですね。まあ、本来必要なんでしょうけど、サイズが知りたいときには必要のない、このクロームバナジウム。素材なんですけど、ロムバナジウムって書いてることは、メンテナンスしてる最中は、そんなに私にとって必要じゃないことなんですね。だから、この別にその時は書いてなくてもいいんです。もっとね、わからんとこにこういうところに書いてくれててもいいようなことなんですけど、書いてあるんで、もしかしたらこの文字がサイズのこと書いてるのかなと、まあ、一瞬思ってしまったりするんですね。ここ回していきますと、ここに、12mm と書いてあるんで、12mm、12mm の2面幅のディープなんだなっていうのが、そこでやっとわかるんですね。その間ね、やっぱ1秒か2秒かかかってしまうのが、ね、私にとってはストレスなんですね。これまた見やすいですけど、ほんとね、見にくいの。これだとどうかな。ね、もういつものようにピントが合わないですけど、これですとメーカー名がね、書いてまして、貢献ですけど、3400とか、ジャパンとか、サイズとは関係ないことがずっと書いてまして、あ、ここだな。ここに7って書いてて、これ7ミリってわかるんですよね。8。あのね、この数字が、本当に分かりにくいやつがあるんですよね。この4分の1とかのね、小さいやつですと、もうなおさら分かりにくい。書いてる向きとかでもね。ですから、私の場合はやっぱり、ちょっとないかな。いい例が。例えばこれでしたら15、こっちが14なんですね。これがこう2つ、もう作業して、もうぐずぐずなってる時にこの2つが転がってると、どっちがどっちかわからないんですね。
いちいちこの数字を見ないといけないと。これがなんでこんなにわかりにくく書くのかなというぐらいわかりにくいんですね。これ15って書いてくれてます。これ14って書いてくれてますけど、そういうことやったらこうね、こうやってわかりやすいでしょう。もう一目で、黄色で14。黄色で14。ということで、まあ、私ね、見にくいんで、こういう変なことをしてますということなんですけど、この、せっかく巻いたテープがね、こうやってね、もうちぎれてくるんですよね。ずっと使ってますと、貼る場所とか使い頻度とか場所によるんですけど、これですと、せっかく書いた10っていう数字が消えてしまってるということで、定期的にこのテープを貼り直して書き直すっていうことをしないといけないんですね。で、定期的にってどれぐらいかというと、私の場合は、2年に1回、1年に、2年に1回ぐらいかな。やばい、1年に1回ぐらいかな。時々やり直さないといけないんです。で、これなんかいい方法ないのかなとずっと思ってまして、これです。熱収縮チューブ。配線とかの被覆に使うね、熱を加えたらギュッと縮まってくれるというチューブなんですけども、このチューブをね、このソケットに通して、ギュッとね、熱で縮めてやれば、この剥がれてくるとかね、こういうことがなくなって、もうちょっとね、綺麗になるかなと。こうなるんですよね。こんな、ただのビニテを貼ってるだけなんで、こういうものでちょっとやってみようかなと。今回初めての試みなんですけどね。まあ、一度試しにやってみたいかなと思います。はい。それではソケットにね、この、熱収縮チューブ、これをつけていきます。で、これがですね、ツールワゴンに載せてるソケットホルダーで、まあ、よく使うものを、こう、取り出してきて、まあ、言ったらレギュラー陣ですよね。これを今日はね、やっていきたいと思います。で、熱収縮チューブですけども、これなんですけど、まあ、それっぽいサイズのものをちょっと多めに注文してみました。これでね、やっていきます。まずこのね、10ミリのロング、これをやっていきます。10ミリのソケットはいつも、こういうね、白いテープを巻いてまして、もう何年も経ちますんで、私の中ではもう10ミリは白色というふうに、もう意識づいてるというかね、なってます。収縮チューブのサイズですけども、一応、見て注文したんですけど、ちょっと大きかったですね。収縮チューブの注文するときのサイズですけど、この幅ですね。この幅で表示されてるんですね。で、普段のこの幅と、あと熱を加えて縮んだときの幅と2種類書いてまして、で、こっち側のね、この径を測りまして、縮んだときにその径になるようにという、形で注文したつもりなんですけど、まあ、いくらこれ収縮してもちょっと大きかったかなと思うんですよね。まあ、どうなるか一遍やってみたいと思います。幅ですけど適当に、これぐらいですかね。あと、ろうそくでやります。結
構ね、ろうそくをよく使うんですね、私、こういう時に。で、熱を加えて、このチューブを 縮めていくと。やっぱりちょっとブカブカですね、これ。どうなるかな。まあ、なんとかいけそうやな。あんまり火で炙ると焦げてしまったり溶けたりするかもしれないですね。まあ、ゆるゆるですね。この径の細いところに移動して、ここでちょっと縮めてみると、きつくなりすぎたかも。あんなにブカブカでしたけど、なんとかなるもんですね。フィットしました。あ、もう動かなくなりましたんで、これでよしとします。で、これに、ジューと。いつもね、広角か広角か迷うんですけど、ソケットに書いてあるジューがこの向きで書いてあるんで、よし。はい、1個できました。次、これですね。ついてるテープを剥がします。この長さは、これがスタンダードなんですかね。それとも、シャローなんですかね、これは。シャローと普通のやつの境目がよくわからないですけど。でね、私、ここにこう、ローレット加工してるやつが好きなんですよね。これ、トラスコのやつなんですけど、トラスコのソケット大好きです。ここにね、こう、ローレット加工してて、手がこうね、手で滑り止めになると。例えば、これもここにローレット加工してますね。トラスコのやつ。だからこういうことができるんです。やりやすいんですね。これも、ここにね、ずっと、筋が切ってあるんでやりやすいです。これがないようなやつは、まあ、見た目は綺麗のかもしれないですけどね。やっぱりこういう滑り止めがついてるやつが好きですね。これはちょっと細いからさすがにこれ無理かな。もうちょっと細い白色を買っとけばよかったんですけど、まあ、なんとかなりそうです。まあでも本来こんなことしなくてもわかりやすくしてくれてたらね、いいんですけど、なぜかこのソケットのサイズの表記っていうのはどれも見にくいですね。見やすくしてくれたらいいんですけどね。まだちょっと動くな。やっぱりこの太さは限界なのかな。と動きますけど、まあ大丈夫かな。で、銃の、この、シャローがもう、シャローというか、普通のサイズがもう一個あります。これは硬券ですね。ソケットで硬券っていうと、みんなが認めるいいものなんでしょうけど、私、トラスコの方が好きかもしれないですね。これをつけますと、硬券のロゴは完全に消えます。見えなくなりますね。あ、焦げた。ちょっと焦げました。はい。こんな感じで、全部やっていきたいと思います。はい。ということで、できました。できましたと言っても、実はできてないとかあるんですけれども、
この収縮チューブの径がどうしても、合わなくてですね、できてないところがあります。この14の黄色のとこですね、黄色はちょっとね、このソケット合わなかったです。で、できてないところちょっとあるんですけれども、まあ、できるところは終わりました。これでね、例えば10、12、13とかね、こう、まあ、今これ、ラチェットに赤のソケットついてますけど、赤は自分の中17なんで、この17からね、12に変えたいと思えば、この緑のやつをね、パッと手が届きますよね。いちいちこれ13か12かどっちかなって確認しなくても、青なんで、13が欲しいときは13でパッと変えれると。で、あとね、インパクトのやつね、これもやっときました。ちょっとね、いろいろ出してみようか。インパクトの方はね、黄色の収縮チューブ、うまいこと径が合いまして、できました。でね、今になってなんですけど、これね、KTC のホイールナットレンチなんですけどね、これ、こうやって色つけてくれてるんですね。で、サイズ19とこんなわかりやすく大きく書いてくれてるんですね。で、ホイール、ナットのこういうのね、だいたい3種類ありますよね。17、19、21かな。で、それぞれこう、よくね、3色色分けてくれてますよね。ほんと、まあ、色で区別できますし、こう大きく見やすく数字も書いてくれてるんで便利だなぁと思います。なんでここにこれするのにね、よく使う、こういう普通のソケットにはそういう見やすいことをしてくれないのかなと思うんですけど、まあね、まあ、こう自分でするしかないということですね。はじめ言ってますけど、ベラーのやつはね、もともとこういう色分けしてくれてますよね。ほんと便利だなと思います。ということでね、今日は工具のことで、まあ、自分のことですけど、使いやすいようにね、色分けしました。まあ、今までね、こういうふうにビニールテープで巻いてたんで、どうしても剥がれてくるんですね。暑さ寒さとかでね、このテープが縮んだり伸びたりするのかもしれないですね。あと、あちこちぶつけたりして、ということで、1年か2年でもうダメになって張り替えるということをしてましたけども、収縮チューブになりまして、これ長持ちしてくれると思います。だね、これからもこのね、色分けしたやつを便利に使いながらいろいろやっていきたいと思いますので、興味のある方でいいともお付き合いをください。それでは。